はい、皆さんこんばんは、千尋でございます。今日もね、黒い砂漠、リマスタード続きの方をやっていきましょう。さて、前回このベリア村、ベリア村というね、海辺の村に来ましたわ。西部キャンプからね、やっとまあ出て、なんだろうこれ。これ何？これプレイヤーさんだな。みんな釣竿を垂らしてるけど、これは何なんだろうね。なんかのイベントなのかな。すごい派手な人いる。ごめんなさい、なんかぶつかったりして。すごいすごいな。あ、かっこいい馬とかいるよ。なんかやってるね。釣りをしてるみたいだけど、あれはあれ、ビッグノーズ？ビッグノーズじゃねえ。レッドノーズか。まあね、西部キャンプは、いよいよ、旅立ち、このベリア村に来ましたと。で、なんでベリア村に来たかというと、ここにいるね、なんか、錬金術師、に、ちょっとね、あなた見てもらいなさいよと。闇の精霊に取り憑かれてるから見てもらいなさいと。言われてここに来たところで終わったわけです。綺麗です、というわけでね、皆さんご覧の通り目の前に、この青いマークが多分ストーリークエストの、マークなので、ちょっとこちらからね今日やっていこうと思います。可愛らしい子だよ。うむ、つまんねえ。いつまでここにいなければなんねんだ。この海辺を沿ってまっすぐ降りたらベリア村へ行ける。あ、それ教えてくれたんね。なるほど。あ、いつからそこに立ってんだ。私はここで村の安全を守ってるんだ。かわいい子だね。なんか豚耳っぽい豚耳って言ってんのかな。たまにあの遠くのクロン城まで泳いで先に着く者が勝利するなどの無謀な賭け事をする人間たちがいるから、あの遠くにそそり立っている城が見えるか。あれがクロン城というんだが、昔は大きな爆発があったんだ。あ、それで崩れてんだね。正確に何があったのか俺も知らないんだ。あ、久しぶりの会話だから喋りすぎたな。そういえばここにはどういった用で来たんだ。私に聞きたいことでもあるのか。聞いてみようか。ベリア、ベリアにどう行くか言ってるね、ここでね。下に降りたらいけんなと。ベリアの有名な錬金術師について。錬金術師ならアルスティン様のことのようだ。元素を扱うとても有名な錬金術師様だ。入ってすぐ見える民家にいらっしゃる。うむ、位置を教えてあげる。知らなかったらまた聞いてみろ。この近くに人が多い理由。ふう、私がここで立っている理由なんだ。うちの村で一番人気の高い釣り場だ。なるほど。プレイヤーさんのこと言ってるのかな。もしかして事故でも起こったらどうするかとハラハラしてるんだよ。いつか余裕ができたら釣りにしに来るのもいいかもしれないな。なるほどね。ここは釣りで有名なとこですよと。ご覧の通り。ちょっとやってみようかね。みんながここで釣ってるからみんなのとこで釣ろう。ちょっとすいませんね。バック、あ、これマップでした。釣り竿を、持って、で、どうすんだろう。 A ボタン。 A は何に振り切ってるんだろうか。マウス右クリック。あ、これだ。反応があるまで待ってください。現在の両橋原料枯渇。ここダメなんじゃないの、みんな釣ってるから。釣れないね。こんな感じでちゃんと釣り竿を垂らすんだね。
これは、あ、これかかってるとこんなマークつくんだな、きっと。釣れません。ちょっと場所が悪いのかな。場所が悪くてやめるときどうするんだろう。なんかしたなんかしたツンって馬に乗って移動するだけで成長していくよ。馬が成長すれば馬のスピードが速くなり、なったりスキルを覚えていくよ。体力がある限りはずっとオートランで育てられるよ。なるほどね。どうですかこっちは。こっちももう枯渇変わんないよね多分。よいしょーい。あ、そんなことない。豊富だ。どうすんだろう。どうやって引くんだろう。可愛らしい。うん、ちょっとだけちょっとだけね、あのほっぺたを細くしてみた。うん、違和感ない程度に。うん、うん、やっぱエルフってやっぱシャープなね顔立ちしててほしいから、うん、ちょっと丸っこかったんだ今までね。うん、あと背の高さを一番低くして、うん、まあでもレンジャーは低くしてもっていうのがあるけどね。うん、来たよ。はい。あ、そこに合わせんのか。はい、ここでしょ。よし。どうすんの、どうすんの。え、何今コマンドみたいのを打ち込まなきゃなんなかったの。ちょっと一匹釣れるまでやりたいな。結構さって釣れる感じじゃないんだね。うん、ガチバトルみたいなのやらなきゃなってんだね。あ、船が動いた。プレイヤーさんが乗ってんのかな、あの船は。あれ全部プレイヤーさんの船でしょ。ここら辺に止まってる停泊してる船とか。すごいよね。なんだ、何の音今。ディキューン。来たよ。ほい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 。あ、オッケー。ほいほい。よし、オッケー。釣れたー。こういうことね。でもなんかあれだな、骨だけの魚が釣れた。なるほど、こういうことみたいですよ皆さん、釣りっていうのは。そう、そうでね、ちょっと僕もね、あのお金が入ったんで、うん、買いました。こちらね、アゼリアーナアーマー、うん、アゼリアーナヘルム、アゼリアーナシューズ、アゼリアーナ、あ、違う、アゼリアーナグローブで、ベルトあとはなんかね、ランダムで選べ、なんかね、あの、何が出てくるかわかんないやつ。うん。バレスのネックレス、ユリアのリング、バレスのイヤリング。バレスで揃えたらいいんだろうね、きっとね。うん。まあ、バレスで揃えるっていうか、あの、多分同じ種類のやつを集めていくと多分、いいんじゃないかなと思ってんだけど。勝手に。うん、まあ、まあ、外しちゃった。うん、というわけでね、あ、指輪もう一個つけれんだね。覚醒武器って何？バインダーの家。うん、まあ、こんな感じでね、あの、買えそうな、あの、まあ、なんつうのかな、西部キャンプにちょっとお店みたいのもあったんで、うん。うん、
まあそこ行ってね、うん、まあ良さげな武器を買ったと。なんかね、金塊みたいのもらえるの、なんかクエスト進めてるとね、うん、それが結構なお金になって、うん、まあそれを売って、まあ、うん、武器防具にするんだ。それでちょっと見た目がだから変わりましたね、うん、ちょっとだけしっかり、うん、この皮の部分でお腹ガードしてる、うん、あとあれだね、腕の部分もね、うん、今までは二の腕で出てたけど、うん、太ももとかも革製品変わる。なんかいいね、やっぱエルフの弓使いって感じする。でちょっと弓もねかっこよくなって、うん、今までみたいにね曲がった棒切るみたいなやつじゃなくてちゃんとした弓の形してる。というわけで、じゃあ行きましょうか。ね。この人だね。この人でしょ。ビリアの賢者。よし、向かおう。ごめんなさい。あそこかな？違う、もっと後ろだ。あ、ここだ。いた。アルスティンさん。すごいな。君がこれから経験する世界は広い。いらっしゃい。クリフから紹介された人だね。わしを頻繁に訪ねてくれ。君のための話だ。で、夢見る老人。君が経験する世界は広い。達成のために誰かを抑える必要はないでしょう。そうか、黒いオーラに出会って記憶を失ったか。それにもかかわらず正気を保つなんてめったにないことだな。もしかしたら君のなくした記憶と関係あるのかもしれない。記憶を失う前にも冒険者だったようだと聞いたんだ。ん？うん、立ってるよね。なんか違うのかな。なら記憶を取り戻すために冒険に出るのはどうだろうか。君を覚えてる人に出会えるだろう。旅立つ前にちょっと休んでいくのもいいぞ。この村の村長は冒険者のことが本当に好きなんだ。ジョージのために誰かを抑える必要はない。行動力アイテムか、なんだこれ。冒険と知識探求。実際我々は外の世界に向き合った時、ただ小さく弱い生物に過ぎない。君はこの世界で多くの経験が必要になるだろうし、様々な知識を習得していくだろう。エレンウェン、覚えておくといい。いつも誰かとの交流と探求に時間を惜しまず進め。それはきっと君の利益になるだろうし、想像も知識の習得から始まるものだから。交流と探検にかける時間は決して無駄なものではない。なるほどね。交流会話とかだね、うん、ちょっとやってみようか。あんまり数にないんだな、ここは。これどれだっけ。4回連続で興味を誘発してください。興味誘発は選択した知識の興味度が対象の興味より高いと 100% 成功します。対象の興味より高い。32以上ってことだね、うん、まあ選択の余地がないよな、これ。これで行くしかない。あ、ダメだった。行けたんじゃない。行けたね。4回連続すればいいんだもんね、うん、連続交流する。アルスインの累計好感度を98以上獲得する。好感度は興味誘発を成功したときに獲得できます。累積、これだね。これなんか順番、あ、なんか連携効果とかあるの。4ターン後、会話の好感度が4ターンの間4上昇します。このだからアルスティン最初に選択して、
あ、書いてあるね、交流効果。なん、90いくついくな、難しいな、これは。まあ、行くしかない。チン。いけんじゃない、いけんじゃない。いけんじゃない、いけんじゃない。いけたー。190にも行った。結構行くじゃない。思ってたより行くじゃない。よし、次も行くぞ。あれですね、1回の興味誘発をしてください。ああ、全然余裕じゃん、じゃあ。もう今のままでやってもいいよ。はい。チン、この人、チン、チン。イゴールさんダメだな。これで、プラス71親密度が、ハルスティンさんとの間にできたと。いいじゃないの。こうやって仲良くなってくんだね、このゲーム。なんかもしかしか、ね、違ったらあのコメントかなんかに教えてください。全然わかってないんで。なんとなくレベル40いくつまで育てたキャラいるけど。全然こんなことやってなかった。さて、ベリアの村長イゴール、あ、イゴールさんって村長なんだ。この人のところに行く。はい。で、十字キー上を押すと、私はオートラン。あ、なんかサブクエストある。エイリーンちゃん。冒険者様、かわいらしい。こんにちは。こんにちは。クロリンス姉さんの方がお客さんが多いの。場所のおかげかな。依頼受けてみようか。エイリーンのお願い。何でも聞いちゃうよ。どうしよう。錬金術を勉強しないといけないんだけど、資料が足りませんね。寄生鉢さえよく研究すればいいポーションが作れそうなのに。よろしければ寄生鉢を、寄生鉢について調べていただけますか。私が大錬金術師のになれば必ず恩を返しますから。手伝ってくださいますよね、冒険者様。もちろん手伝うさ。どんなポーションが必要ですか。どんなポーションでもいい、君のポーションだったら。よし、行こう。蜂をやれやいいのかな。蜂にあるんだね。よし、やろう。あ、いる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 。え、植物なの。これで OK、 これで OK だった。簡単。まあいいや。あれ、よし、行こう。村長のとこ。あ、そうか、エイリーにまずは。クロリンスお姉ちゃんのところはお客さんでいっぱいです。ちょっと嫉妬してんな。場所を変えてみようかな、うん、おかげでお金を使わずに済んだわ。いいポーションを作ってお礼してあげる。私が作ったポーションは効果がいい、いいです。味は少し、なんでもありません。なるほどね、可愛らしいな。プレゼントって何。プレゼントあげれるの。相手の好意を表現して恋人になってみてください。そんなことできんだね。いやー、これはこれはちょっとまだ早いな、私には。買いました。失敗2回か、難しい。失敗2回ってことは、この興味誘発をの確率が低いのを選んでいけばいいんだけども。あ、この人がいいな。この人とこの人、あと高め。もう一回チン、もう一回チン。チン。よし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 。オッケー。あ、これは一回興味を誘発すればいいね。次の連携効果みたいなのついてる人を、序盤に組み込んでいく。この人でしょ?この人。この人はないから、この人最後にしようか。はい、これでいこう。
チュンチュンだったな。ごめんなさい。全然考えもせず言っちゃったけども。そういうことじゃないから。うん、3回連続で、うん、今の感じで多分いけるね、うん。ちょっとでも入れる順番変えた方がいいな。こんな感じじゃなかった？はい。はい。いけたね、これでね。よし。プラス21か、あんまり増えてねえな。こんなのを繰り返していけば多分いけんね。多分ね、これね、この村にいるいろんな人と会話して、選択肢をね、選択肢っていうかね、選べる、キャラクターを増やしていくと、もうちょっとね、うまくやれるようになってくるんじゃないかなと思ってます。多分、なんで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 気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、ちょっと待って、おかしい。バジャが荒ぶったね、今ね。今行こうか。これだ、こういう人と、この会話マーク出てる人と多分、話してくんじゃないの？君に、俺の気持ちがわかるか？わからない。エリに教えてやってくれ。しつこくしたら朝から飲むぞ、とな。ここはわしの家だったが、全部燃えてしまったんだ。そういうことなんだね。朝食前に酒を飲んで今日が最後のように切るよ、あっちぎ。うまい。ほら、ね、アルテミオ。アルテミオピアザの知識を得たみたいなのが今あったね。多分あれで選択肢が増えたんだろう。とかどんどん話していこう。貴重なものの価値をお調べいたします。美人。私はバハールという貿易管理人とは、志が違います。バハールは名誉より利益を重んじてはいませんか？わからないけど待ってください。見てください、すべてキラキラしています。資産があれば大きな利益が出るでしょう。権限があればすぐ始めてもいい。なるほどね。ローザーさん。いや、イゴールと話そうとりゃ、だいぶ遠回りした。わしも昔は偉大な冒険者を夢見ていたが、結局、戻ってきてしまった。なるほどね。少し後悔はしている。しゃべるな。ベリア村へ来たことを歓迎するぞ。さて、聞いてみたいな。君はどんな冒険をしているんだ？私が君に接するように、村人にも接してくれ。私に接するように村人にも向き合ってくれ。ベリア村の倉庫。それにしてもあなたのバッグが重そうだな。こう見えてもかつては冒険をしていたから、その重さが与える不憫な気持ちをよくわかっている。このベリア村の倉庫番に会ってみたか？今すぐにはいらない荷物は預けるのもいいだろう。海岸へ行くとエルニールという倉庫を営む者がおる。海岸は景色もいいし気分転換にもいいだろう。なるほどね。わしの孫娘エマが悪夢を見ていて心配だ。なるほど。これは何なの？許可をもらった冒険者の印象。ちょっと待って、その前にだ。これもあるわ。冒険者の集いの場、月ヶ沢旅館。ただでふわふわとしたベッドに一晩泊まらせてやる。冒険についていろんな話をしたいんだが、その前に紹介したい人がいる。我が村の自慢のタクロスだ。彼のところに行くと冒険に必要な戦闘スキルを学べる。村に泊まるなら彼を先に会うのをおすすめ。なんか日本語おかしいな。彼に先に会いに行くのをおすすめする。だね。釣りがしたいのなら海辺もいいし、小さな島もいい。うん、まあとりあえず行こうか。よし。すごい勝ち馬がいる。まずは、スキル教官のタクロスと話す。あそこにもいるよ。どこ行った？はい、いた。ジェミー。修練に興味がありそうな感じだな。
修練の準備終わったか。絶え間なく精進する姿は美しい。なんだろうね、ジェミーの新しい知識。これだ、タクロス。あ、巨人のジャイアントの人だ。戦争は悲劇だが、時によって喜劇にもなる。なるほど、面白いこと言う。おお、小さな我が英雄様はここに何のようだ。私にスキルでも学びに来たか。より大きい世界が欲しいか。なら今すぐ旅立て。ためらうことも悩むこともない。なるほど。スキルポイントは貯めておくもんじゃない。習ったら身につけるんだよ、英雄さん。違うかい？依頼も受けようか。誰がもっと丈夫か。ずいぶんたくましくなったな。いい面してるじゃねえか。なんか一つ頼んでいいか。面構えで頼まれた。ベリアの至るところにいる、なんだ。石柄ガニを捕まえてみろ。岩の形で変装してるやつだから楽には捕まえられないけどな。はあ、はあ、承諾しよう。君のために強くなれ。何を悩んでいる。悩んでなどいないよ。おてんば錬金術師。村長の推薦か。村長はいつも、あ、村長にはいつもお世話になっている。スキルを学びたいならいつでも来い。あ、そして村長を手伝ってあげたかったら彼の孫娘に伝えたいネックレスがあってな。ちょいちょい日本語がねえな。村長の孫娘はちょっと変わった事情があって、ある精霊の力が困ったネックレスが必要らしい。幸い錬金術師アルスティンさんが手を貸してくれたが、周期的にネックレスに力をチャージしないといけないからな。だからエイリンに預けたが、うっかりしてしまった。あのネックレスをもらって孫娘に伝えるなどだ。クロン城のことが気になるか。クロン城には多くの伝説がある。なるほど。さてじゃあどうしようね。おすすめなのかな、この推薦って書いてあるの。風支配。あ、見たことあるこれ。キュン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 って溜めるやつね。シフト右クリック維持。風のオーラを弓の先端に集めて発射する。1,2 回ため打撃ダメージが 166% かける2、 3回ため打撃ダメージが 208% かける2。なるほど。これだからため攻撃だね、簡単に。で、3段階までためれるんだと。なるほどなるほど。これにじゃあ振りますか。これは次おすすめ急所狙い。どうだろうこれ。学んじゃったもん。学んじゃったね。見たかったんだけど、急所狙いがどんなもんなのか。そう、これだこれ。うん、通常攻撃の矢を素早く2回打つ。通常攻撃中に、十字キーした後左クリック。なるほど。打撃ダメージは 327% が ×2。 結構強いね。ただ命中がちょっと下がる。なるほどなるほどなるほど。途中で十字キー下入れたらいいんだっていうことね。次のおすすめはコマンドロック解除なんだ。ラッシュキック。これはまだ、プラスって書いてあるやつだね。クレセントキック。これは？烈海層。横切る風。何それ。避けながら撃つってことなのかな。難しくないこれ。やるの。大気の息吹。
死後の剣。戦闘姿勢で右クリック、全力疾走中右クリック、死後の剣使用中に十字キーウェイと右クリックで回転斬りを使用可能。これ強いな。これを学ぼう、よし、これでとりあえずいいでしょ。よし、じゃあ受けてるクエストをやっていきますか。なんだい君は、土の精霊みたいな。どっちがいいんだろう。多分こうだよね。まずはお天場錬金術師からいきましょうか。よし、あ、違う、モートランチ、どこがどっかわからん。あ、エイリンから受け取ればいいだけなんだ、うん、はいはい、ごめん。冒険者様、こんにちは。あ、タクロスおじさんが預けたネックレスですね。ちょうど準備ができました。はい、さっきの実験は何ですかって。どんなポーションが必要ですか。何、大文豪アルテミオって。アルテミオさんは毎日お酒ばかり飲んでいるのだけど、もともとはあんな人じゃなかった。大文豪で優れた文学者でもあり哲学者でもあったのに、あの謎の事故さえなければあんな風になれなかったんじゃないかな。クロリンスお姉ちゃんのところはお客さんでいっぱいです。エマの悪夢。場所を変えてみようかな。誤解しないでください、私はこう見えてもかなり真面目ですよ。ではネックレスを受け取って、あ、熱いから気をつけてください。村長の孫娘はエマバルタリと言いますか。かわいそうにも悪夢をよく見て、とても痩せを衰えています。たまに立ったまま眠って夢から抜け出せないらしいです。このネックレスはその悪夢を退治することに少し効果があります。彼女は村からちょっと遠いバルタリ農場にいます。上の道に沿って行けば小さな農場が見えますよ。なるほど。私が作ったポーションは効果がいいです。足が少しよし、とりあえずエマのクエストを先にやりますか。なるとここにいる。あ、エマちゃん、この人ね。この悪夢はいつまで続くのでしょうか。可愛い子ばっかりだね。あら、私のネックレスを持ってきてくれましたね。多分おばあさんから頼まれたんでしょうね。このネックレスがなければいつも悪夢に苦しむんです。自分で取りに行くべきだったのに、ありがとうございます。夢でいつも黒いオーラが現れます。いつも怯えたまま目を覚ましますあれ、私と同じなんじゃないの。違うのか。バルタリにはいろんな農場があります。バルタリ農場と今すべて訪問してみてください。村の外はどうですか。ハイデルだけ比べてみてもこちらと全然違うでしょ。村にいる祖父と祖母に会いました。私のことをいつも気遣ってくれるんです。あ、すいません、名前を知っていないかもしれないですよね。イゴール村長と宿にいるイズリンが祖父と祖母です。なるほど。この農場はベリア村と連結されています。じゃあクエストも受けちゃいましょうか。スカウトのグリシャ。はい、私が見ている夢がどんな夢なのか気になりますか。え、あの遠くに見えるイワズの丘ですよ。そこで いつも小さな霊魂たちが息を殺して泣いています。彼女を慰めるために近づくといつも何かに妨げられます。するといきなり現れた真っ赤な目をした黒い精霊が私を追いかけてきて怖いのです。私は逃げようとしています。はい、エヴァズの丘に何があるか見回すつもりですか。そこはゴブリンたちが占領していてとても危険ですよ。それでも気になるならまずスカウトのグリシャに会ってみてください。見た目に騙されないでください。
彼はとても真面目で賢いです。この悪夢はいつまで続くのでしょうか。なるほど、うん、つまりエレンと同じってことね。ただもう彼女は囚われることなく逃げ回ってんだ。だから今正気を保ってるんだね。戻ってきちゃったな。その前にこの辺り先にこっちのクエストでもやっちゃおう、うん、合ってる、一番合ってる。今から行くのは誰がもっと丈夫かってやつね。岩の形したカニがいるっていう、それを見つけるらしい。これか。これどうすんの。やればいい。いやもう鶴橋が必要です。あ、別にいいのか。NPC を訪れればいいと、うん、ベリア村の倉庫、うん、倉庫と話せる。馬に乗りたいね。今日ちょっとね、馬に乗ろう。あのね、なんかね、なんかあるみたい。あの、私もしかしたら、もしかしたらっていうかね、ちょっとね、ログイン、まあ、全くしてないわけじゃなくて、ちょろちょろしてたんですよ。その時にね、もしかしたら馬をもらえるみたいなサービスに、うん、を達成してたみたい。うん、ベリア村にようこそ。倉庫を使うおつもりですか？そうだよ。行動力2回復何？村長がよその人に私を紹介するとは意外ですね。村の家1軒を倉庫用へと用途変更すれば、より多くの品物を保管できます。なるほど。まあまずは君に預けたい。そう。この前に両替所。で、売却を選ぶと、このね、金塊が売れるんですわ。うん。うん、そうすると今、倉庫に、ご覧の通りの、うん。これをくれ。これをくれ。どうやってもらえるのこれ。あ、これ別にあれか、ここじゃないんだ。私から保管箱を借りれば住居地でも倉庫を利用できます。お金をいただくわけだから、あれどうやってもらうの。ここどっかから取ったはずよ。これだ。ごめんごめん、これだわ。最大数量で OK。で、ご覧の通り、今、手持ちがこれだけになりました。これで装備を整えたりできるわけ。うん、いいね。これで OK だね。これじゃない。これバッグの空きを、こう増やすと。さて、それで、次は、あ、これでいいのか。あとは、クエストの報告。あ、この人だ。ダグラス。戦争は悲劇だが、時によって喜劇にもなる。なかなか様になってきたな。ベリアを立つのも近いだろう。冒険者はいつも風のようだ。寂しい気もするが、それが正しい。はははは。フォーチュンクッキー。ん？まあ、いいか。より大きい世界が欲しいか、なら今すぐ旅立て。ためらうことも。
それで、スカウトのグリシャと話せばいいんだね。こっちであってるか。ベリア村にようこそ。倉庫を使うおつもりですか？で、オルビア村だね。うん、これですよ、これ。馬匹。7世代白馬。説明、村の厩舎で自分の馬を取り出すことができる所有権を証明する。スプリントスキルが搭載されていて、スキルの熟練度すべて 100% の状態だ。ゲートの馬匹登録時、馬はてな、あ、馬メスか。を獲得できる。馬匹をマウス右クリックして案内される厩舎に移動。厩舎場に話しかけて厩舎メニューをクリック。馬匹登録メニューをクリックし、馬匹をマウス右クリック。馬の名前入力して確認をクリックして馬登録。登録された馬を選択し、取り出しメニューでクリックして取り出すんだと。これを欲し、これ取り出したいんですよ。走行物、あ、まあ、ちょっと一回オルビア村行くか。ね。何にせよ冒険には馬が必要なんです。というわけでちょっとカットしますよ。オルビア村までの旅路は。あれ？ここね、オルビア村って。ここにちょっと一回行きましょう。遠い、ちょっと遠めだけども。食べなきゃ。あ、ここで合ってる、そこですよ、倉庫番で、このマクムから。俺をいじめるな。いじめるつもりはないよ。これもらうと、うん、これで OK で、アイテムで使うのね、うん、そうすると、厩舎は、うん、表示されると。そこに行くと取り出せない。厩舎版、これだ。キアラ。オルビアにいる四つ足の動物は全て私が管理しています。本当に？これで登録するなのかな。これあれだ、いるじゃない。これ多分あれだね、前にちょろっとやった時にっていう馬だね、うん、登録か、これか、うん、これでこれを、右クリック、名前をつけてください。名前どうしようかな。エルフの馬。ちょっと待ってね、今名前を作るから。指輪物語の馬は蛇の下とかね、風の道とか火の橋とか雪のたてがみ、そんな名前だな。アルウェンの馬っていうのがあった。これでいいね、うん、ちょっとメスっぽい名前だし、うん、アルウェンで登録しますか。 OK だね。これを、取り出すのかな。外見変更ちょっとできるかとか。あ、なんかすごい形になっちゃってやだな。違う、これじゃない。取り出す。登場物を取り出しました。で、OK。 わー、来たー、裸の馬だな、ね、これをどうするの。これが私の馬。乗る登場 R。 はい。あ、ごめんね、ごめんね。綺麗な馬じゃない、白い。これが私のエレンちゃんの馬、アルウェンです。
さてこれでグリジャーのところに行くと、これ多分だいぶ早まるはずよ。はい、これでオートラン。そんなモンキースタイルで乗るの、レーンは馬に。もうちょっとゆったり乗ったらいいんじゃないの。騎手みたいな乗り方してるよ。完全に騎手だよね、この乗り方ね。